皆さんこんにちは、レーシングドライバーの広川和樹です。今回の動画ではですね、レースの世界の仕組み、こちらをお話しさせていただきたいと思います。まあ、レースの世界の仕組みなんですけど、こちらの YouTube チャンネルね、始めさせていただいて、幸いなことにいろんな方が、だんだん見ていただくようになりまして、やっぱりね、そうするとレースの世界のことをね、あまり知らない方っていうのもたくさん見ていただいてる形になってるようです。まあ、非常にね、こちらはありがたいことですんで、まあ、ここでね、では一回まあ、実際にお話しいただいたことでもあるんですけども、レースの世界でどういうカテゴリーがあって、どういう仕組みになっているのっていう話をね、させていただきたいと思います。まあ、こちらね、レースの世界にね、身を置いてたりですとか、詳しい方っていうのはわかるかと思うんですけども、やっぱりね、そういうの知らないっていう方も多いかと思うんで、順を追ってね、今回お話しさせていただきます。まあ、まずはカテゴリーですね。まあ、どのスポーツの時もそうなんですけど、三角形のピラミッド状にしてね、だいたい頂点のカテゴリーがあって、底辺のカテゴリーがあるみたいな形で表すと思うんですけども、レースにもね、そういうレース業界のピラミッドみたいなものが存在してます。で、まあ、当然ね、一番上が F1 フォーミュラ1っていう形ですね。まあ、ちなみに今回はサーキットレースのピラミッドの説明させていただきますんでね、サーキットレースにおいては F1 が頂点にあって、今だとね、その次に GP2 っていうカテゴリーがあります。で、その下にね、インターナショナルの、まあ、F3 があって、で、まあ、各国の F3 ありますね。で、その下に今だったら F4 っていうのがあって、まあ、ここまではね、数字順になってるんで非常に分かりやすいんですけども、で、その下にね、 FJ っていうカテゴリーがあって、最後にカートが来るような形になってます。まあ、これはね、フォーミュラーのピラミッドなんですけども、非常にシンプルですよね。 F1 から始まって、まあ、GP2 が F じゃないですけど、1,2,3,4 であって、まあ、ジュニアみたいな J があって形ですね。なんで、これは分かりやすいんですけども、ただね、これ以外にもね、実際他のフォーミュラーとは別のツーリングカー、いわゆる箱のレースっていうのがあって、それはね、これとはまた別の流れになってきます。例えば、日本のその箱ツーリングカーのレースだと、今スーパー GT っていうのがね、トップにあります。で、スーパー GT の中にもね、 GT500 っていうクラスと GT300 っていうクラスがあります。昔はね、これは出力の数字だったんで、まあ、単純に速い遅いのあれだったんですけども、まあ、実際ね、今も500の方が速いんですけど、300もかなり速くなってきててね、この差っていうのはすごく狭まってきてます。で、まあ、とにかく GT500 がトップにあって、その下に GT300、 そして、まあ、その下だとスーパー耐久ですかね、単純に見ると。で、その下にね、あるのが、まあ、各ワンメイクレースとかですね、 86BRZ レースとか、まあ、そういったワンメイクレース。まあ、ただね、これも一概にどっちが上っていうのは言いづらいんで、なんともなんですけども、まあ、レースの規模的なところと出てる車のね、種類からいくと、まあ、ワンメイクの上に S 対スーパー耐久かなっていうような形ですね。で、そのワンメイクレースの下に、さらにね、各サーキットとかで行われたりする、まあ、いわゆるアマチュアレース的なね、全日本格式にならないツーリングカーのレースがたくさんあるっていうような形になってます。で、こういった形でね、フォーミュラーのツリー、そして、ツーリングカーのツリーとあるんですけども、実際はね、そこにさらに、横のつながりなんかも出てきますんでね、単純にどっちかのツリーだけで頂点を目指すっていうのではなくてね、フォーミュラーやってた人も一回こっちのツーリングカーのツリーに行ってまた戻ってきたりとか、まあ、同時並行してね、やったりっていう形になってくるんで、これはね、まあ、一概にどっちが上どっちが下とかって言えないものなんで、まあ、そういうものがあるんだなっていう形で、こういうカテゴリーがありますよっていうのを覚えておいていただければと思います。ではね、実際レーシングドライバーはこのツリーをどうやって登っていくかっていうところなんですけども、まあ、基本的にはね、まあ、当然ですけど、下から1個ずつ上がっていくような形になります。まあ、フォーミュラの話だとね、カートから始めて FJ に乗って、 FJ から F4 に行って、 F4 から F3、
そして GP2、F1 みたいな形にね、一個一個登っていく形です。ツーリングカーももちろんそういった形で一個一個登ってやっていくんですけども、まあね、なんでね、こう一個一個登っていくようなシステムなのかっていうと、まあ、当然ピラミッド状なんで下の方に行けば行くほど参加者、関わってる人が多いわけですよ。で、そのね、参加者が多い中で、当然ね、切磋琢磨して、その多い中からの頂点とかね、もしくは上位に立った人たちっていうのは、まあ、ある意味選ばれた人たちなんでね、そういった人たちが初めて上に行けると。で、その上位の人たち、レベルが高い人たちで集まって、さらにまた切磋琢磨して、もっとね、質のいい人たちが上に行くっていう形でね、まあ、どんどんふるいにかけられていくわけなんですけども、まあ、そのふるいにかけるっていうのは非常に重要で、やっぱ上のレースになればなるほどね、かかる費用っていうのも莫大になってきます。で、費用が莫大になってくると、まあ当然自分の費用だけじゃ、持ち出しのお金だけではね、どうしようもなくなってくるので、当然スポンサーっていう形で、助けてくれる方たちがつく形となります。で、その助けてくれる人たちがレースに何を求めるかっていうと、まあ、いろいろあるんですけども、大まかに言うと、まあ、自分のね、会社の名前を出しますんで、宣伝効果を狙ってるわけです。で、宣伝効果はじゃあどうやったら高まるかっていうと、より多くの方が見てくれるレースに出せば出すほどね、当然費用対効果は大きくなってきます。じゃあね、いっぱい人が見てくれるレースって何なのっていうと、まあ当然車のレベルが高いっていうのもありますけども、やっぱレースの内容が素晴らしくないと、見てくれる人っていうのはつかないと思います。じゃあ、レースの内容を良くするにはどうすればいいかっていうと、当然ね、その質の高い人たちを集めてレースをやる必要があるっていう形ですね。なんで、ピラミッドをね、一段一段登って、ふるいにかけられた、よりすぐりの人たちがやるレースっていうのが、やっぱ質が高いレースって形になるんで、当然見る人、ファンになる人も多くなる。で、見る人が多くなると、企業もね、お金を出しやすくなる、出したくなるっていう形なんで、そういったね、非常にいい循環が出来上がるような形となっております。ただね、こちらの循環っていうのも非常に危ういものなんでね、どっかのタイミングで、まあ当然ね、質のいい人たちが集まってるレースでも企業側がね、不況ですとか、まあいろんな要素によってお金が出せなくなったりすると、当然やっぱ崩れてしまうわけですよ。で、崩れてしまうとどうなるかっていうと、当然ね、上のカテゴリーに質のいい人たちが上がれなくなってしまう。じゃあ、上がれなくなってしまうとどうなるかっていうと、まあ、そのカテゴリーがね、そもそも人が集まらないから成立しなくなるわけなんですね。ただね、単純にじゃあ集まらなかったから成立しませんともならなくてですね、まあ、当然そのカテゴリーを回してるね、運営団体、そしてそこにお金を出している団体、スポンサーさんたち。で、そこに出場しているエントラントの人たち。そういった人たちはね、それ自体を回すことが仕事なわけなんで、回らなかったじゃ困るわけなんです。で、そうなってくるとどうなるかっていうと、そのスポンサーがいなくて乗れない。じゃあお金を持ってる人を乗せればいいじゃないか。っていう形になってくるわけですね。お金を持ってる人たちをそういう形で乗せていくとですね、まあ当然、腕があってね、お金を持ってる人たちっていうのもいっぱいいるんで、そういう方たちがね、乗る分にはね、全然何の問題もありません。むしろね、ちゃんとレースをね、続けさせていただいて、本当にありがとうございますっていう形ですね。まあ、ただね、ごく稀にですけどもね、そうじゃない場合とかっていうのもどうしても混ざってきてしまうんですね。まあやっぱり切磋琢磨して、選ばれた方たちじゃなくて、まあ、ポンとね、あ、じゃあお金あるんで、とりあえず、お金自分が出しますんで乗せてくださいっていう形で入ってきてしまうと、まあ、当然ね、切磋琢磨のところを経験してこなかったりするんで、どうしてもね、経験してきた人たちに比べると質がね、若干落ちたりするパターンっていうのがね、もうこれはね、しょうがないですけども、あります。で、まあ、当然ね、ただ、その人たちも真剣にね、レース取り組んでやってますんで、そこでね、改めて切磋琢磨されて、質が上がってって、レースを作り上げていくんで、まあそんなに大きな問題には実際にならないんですけども、ただね、そればっかりになってきてしまうと、どうしてもやっぱレースの質の低下っていうのが、いつかは絶対起きてしまいます。
で、レースの質が落ちてしまうと当然それを見る人たちっていうのも少なくなってしまって、で見る人たちが少ないと、じゃあもっとお金出す意味ないよねっていう形になって、スポンサーも撤退してしまうというスパイラルに入ってしまいます。まあ、そうなってしまうと本格的にねレース業界終わりとなってしまうんで、まあそうねならせないためにもやっぱり、まあ、自分もね FJA とかっていう底辺のねカテゴリー、底辺フォーミュラのカテゴリーが常日頃大切だっていうふうにお話してるんですけども、そういった考えのね根本はそこにあります。ですんでね、ぜひぜひこの動画を見てねレースに興味あるよっていう方はね、まあやってください。とにかくレースをやってください。何でもいいんでね、レース活動をとにかくしていただくっていうのがレース業界を全体的に支える形になりますんで、まずはねレースやる人たちの数を多くするっていうことが何よりも大切です。で、数が増えたところからね初めて切磋琢磨でふるいにかけられて質のいい人たちっていうのが生まれてきますんで、ぜひね皆さんレースやりたいなって思ってる方は今ね行動してレースを始めてください。あなたのその一歩が将来のね日本のレース業界、ひいては世界のレース業界を救う形となるかもしれません。それでは今回はレース業界の仕組みについて簡単にお話をさせていただきました。まあ途中からねだいぶ自分の考えがね入ってしまったんでね飛躍した話になったかもしれないんですけども、まあまあまあこれも一つのね考え方だと思って頭の隅に留めておいていただけると幸いですので、ぜひね今回のお話覚えておいていただければと思います。こちらのチャンネルねこういった形で普段もレースの話ですとか車の話、そういったお話をさせていただいておりますんで、ぜひね気になった方はチャンネル登録していただいて、今後の動画、そしてねもう他の動画も結構上がってますんで、そちらもご覧いただければと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ぜひまたよろしくお願いします。